ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで今回はポケモンセンターオンラインでトレーナーの日常のシリーズのセットが出たのでそれを購入したのと、先日出たばかりのラバープレイマットセット、この2種類をゲットしたので紹介していきたいと思います。それではスタート。こちらのラバープレイマットセットとリロードしまくり1時間粘りゲットしたこちら、あっちゃらー、これね、トレーナーの日常ということで私の推しも描かれているということでね、絶対欲しかったのでゲットできてよかった。先にこちらのマサルとユーリのラバープレイマットを開封していきたいと思います。あっちゃらー、てか絵がめっちゃ可愛い、こんな感じなんですよ。これね、すごい可愛いの。イラストがね、マジで良い。私の推しはちなみにね、ここにね、アーマーがいるのがね、可愛い。てっきりさ、コイキングとかさ、そういうのばっかり目いってたけど、細かいところにヤドンがいたり、マホイップがいたり、すごっ。あ、めっちゃいいね、これ。気になる中身は。まず一つ目がカードシールド、マサルとユーリの絵柄。あとね、パッケージよりね、色味がね、なんだろう、薄くなってるんだけど、まあ可愛いですね。絵が可愛いから可愛いです。メッソンたちがね、すごい好き。てか、ヒバニーがいなくなってる。かわいそうっす。かわいそうっす、ヒバニー。すごい。じゃらーん。はい、こちらはデッキケースでございます。そう、私が気になってるアーマーガーとホップもね、ここにいます。かっこいいな。イラストが本当に良すぎるんですよね。これはちょっと大事にしたい。で、素敵な素敵なラストの商品はこちら。じゃじゃらーん、やばー、すごい、わー、かわいい、やばい、おー、イラストが全面に描かれたプレイマット、わー、これはとても良いものだ。あー、すごいね、いいね、生きてるって感じがする。ポケモンの世界が本当にあって、ポケモンのトレーナーたちとポケモンが生活している世界があるっていう感じがしてキュンとする。いいね。ソニアのやつを買った以来なんだけど、やっぱね、ボックスセットね、いいね。次、トレーナーの日常シリーズ開封していきたいと思います。これは本当に買えてよかった。じゃじゃん。デッキケースなんですけど、お察しの通りトレーナーの日常シリーズマリーがいるんです。私マリーめっちゃ好きだから、もうマリーが可愛い時点で買いなんですけど、他にもここのビートたちもすごい可愛いし、キバナもいるし可愛い。仕切りがマクワさん、ネズですね。これが仕切り。まあまあまあ可愛くて最高。続いてデッキシールドでございます。デッキシールドは全部のね、キャラクターの絵柄でそれぞれ似てたんだけど、私が買ったのはマリとユージのさっきの絵柄のやつを買いました。ピンクで可愛い、枠が僕のピンクで可愛いし、マリーが幸せだから可愛い、もうハッピー。よかった、本当に買えて。楽しい開封時間も残りラスト、これが一番買えてよかったよ。チャッチャラー。はい、こちらさっきも同じ絵柄なんですけど、ラバープレイマットです。これが多分一番の争奪戦の商品。もう何回もリロードして、何回もリロードして、お願いしますお願いしますってやりながら頑張って1時間ぐらい粘ってようやく買えた商品なんです。エンダー、やばー。これは目玉だわ。わあ、この絵柄が出た時点で絶対欲しいと思ったけど、買ってよかった、やっぱ。てか買えてよかった。やばい、大興奮。絵だけでさ、見た時にはさ、気づけなかったさ、細かい可愛い点がいっぱいありすぎてやばい。私的にね、可愛いポイントまず一つはね、でも何回も言ってるように、まあ、マリーが可愛い、マリーが可愛い最高って感じなんだけど、こういうところにミミッキーがいたり、モンスターボールとか、なんか細かいところまでちゃんとみんないるのがすごい。え、やばっ、ジュアルドンってさ、リザードンが仲良しなんだけど、押せるわー、押せるわー。あー、いいっすね。本当に変えてよかった、変えてよかったよー。あー、嬉しい。
はい、ということで今回はポケモンセンターでゲットしたアイテムたちを紹介していきました。トレーナーの日常シリーズはマジで大人気で、当日も発売日当日もポケモンセンターめっちゃ並んだらしいので、まだ買えてなかった人もいるアイテムなのかなと思いますが、再販もあるとかないとか、そんな噂があるとかないとか、買えなかった方はぜひ今後の続報に期待ということで、はい、ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。今度がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。